妻、横光ー一雨が止むと風も止んだ麹の両側の花々は倒れたまま地に頭をつけていた今まで揺れ続けていたブドウ棚のつるは静まって垂れ下がったブドウの実の先端からまだ雨の滴りが緩やかに落ちていたどこからか人の話し声が 久しぶりに聞こえてきた。まあ、人の声って懐かしいものね。と、妻は、床の中から言った。妻は、もう長らく病んで寝ていた。彼女は、姑が死ぬと、すぐ病になった。遠くの荒れた、ぼうぼうとした空き地の雑草の中で、置き忘れられた椅子が、ぼんやりと、濡れた頭を傾けていた。 その向こうの曇った空の下では竹林の縁が深々と重そうに垂れていた。私は門の麹の方へ倒れた花を踏まないように足を浮かせて歩いてみた。傾きがちな麹の肌は滑らかに青く光っていた。その上を細い流れが縮れながら虫や花びらを浮かべて流れていた。 すると私の足は不意に滑った。私は乱れた鼻の上へ仰向きに倒れた。冷たい草の葉が箸と頬を打った。雨が降るといつも私はそこで滑るのだ。孔子の向こうで妻が体を振って笑っていた。私は馬鹿げた口を開けて着物を着替えるために家の中へ入った。 どうもはや。参った参った。あなたのあなたの。そう言うと妻は笑ったまま急に咳出した。俺が悪いんじゃないぞ。花目が悪いんだ。あなたが慌てるからよ。俺は花を踏まないように気をつけてやったんだ。あの格好ったらなかったわ。私は芝居の口調で、いやいや、と言った。もう一度滑ってらっしゃいな。 私は黙っていた。まるで新感覚よ。生意気抜かすな。私は光った縁側で裸体になった。辞める妻にとって静けさの中で夫の滑った格好は何よりも教主があったに相違ない。初めの頃は私が滑ると妻の顔色も青くなった。それがだんだんと平気になり、 第3弾の携帯は交渉に変わってきた私たちはこの携帯の変化を引きずってこの家へ移ってきた「赤ちゃんが欲しいわ」と突然妻が言い出すことがあるそう言い出す頃になると妻は何者よりもユーモラスな夫の滑った格好から愛すべき風格を見つけ出すその次の第4の携帯は何か 私は次に来るさようなことを考えるものではないと考える。次の日の朝雲は晴れた。私は起きるとすぐ、ぶどう棚の下へ行って仰いでみた。葉の草むらから漏れた一畳の光が鋭く目を貫いた。私は顔を傾け変えた。露に濡れたぶどうの房が朝の空の中で 酷な陰影を振りかざし、一粒ずつ、満光の光を放って静まっていた。私は手を伸ばすと、一粒取った。うまい床の上へ置き直った妻が、私にもよ、私にもよ、と言って手を差し出した。喜べ、うまいぞ。私は梅雨で冷たくなった手に、一房のブドウをつかんで、妻の床の傍らへ持っていった。 あらあら重いわね。ベテレヘムの女ごらよ。ああ、汝の髪は紫のぶどうのごとし。もうすぐ虫がつくから今取らないとダメだわね。汝は汝のとこもて我をだけ。我の願いを入れよ。まあ美味しい。口が取れそうよ。と妻は言った。見ると妻の髪に白いニラの花がこの朝早くから刺さっていた。 私はまたブドウ棚の下へ戻ってきた。それから井戸端で体を拭いた。雇ってある老婆が倒れた垣根の草花を起こしていた。私はふと傍らのバラの葉の上にいる褐色のメスのカマキリを見つけた。よく見るとそれは別の青いオスのカマキリの首を大きな釜で押し付けて、はや半分ほどそれを食っている。 メスのカマキリだったなるほど、これは夫婦生活の第4弾の形態だ、と私は思った。オスはメスに腹まで食われながら、まだ頭をゆるく左右に振っていた。そのオスの様子が私には苦痛を訴えている表情だとは思えなかった。どこかむしろ悠長な歓喜を感じた。その目の目表情にには確かに 身を締め付けられるような、甲骨とした喜びがあった。ばあやが曲がった腰つきで、ほうきを持って、一軸の木の下から、私の方へ歩いてきた。おい、ばあさん、ちょっと来てみな。と、私は言った。ばあやは、私の指さしているカマキリを覗き込むと、はあはあ、と言った。これなんだか知ってるかね旦那様、こりゃ2二匹ですな。 と老婆は急に大きな声を出したそうだすると老婆はまたあらと声を上げたなんだこれは旦那様食われていますのじゃそりゃそうさははこれは旦那様食われておりますのじゃ食っているのはメスなんだよカマキリの女は亭主がいらなくなると食い殺すんだ本当でございますか 本当さ。まあ、奥様来てみなさい。憎いやつがおりますわ。自分の亭主を食いやがって。これや、これやと、老婆は言って足で血を打った。私は体を拭きながら、一軸の木の下へ来た。一軸は厚い葉の影から色づいた実を差し出していた。不機嫌そうに栗の伊賀は膨れていた。私は、 まだカマキリに心から腹を立てているらしい老婆の様子が面白かった彼女は20代に夫に別れたそれから40年独身できながらもその間何をしてきたかわからなかった彼女は今も激しい毒を体内に持っていたその老婆が亭主を食ったというのでメスのカマキリに必死に腹を立てているのであるしばらくすると 老婆が放棄を持ったまま、私の傍らへ来た。旦那様、殺してやりましたわ。食ってしまったか食ってしまいましたよ。すっかり食いました。そうか。にっくい奴でございますな。あんな奴はひどい目に合わせてやりませんと腹が立ちますよ。食われている奴は喜んでいたんだぜ。冗談を言いなさんな。 女に食われたら誰だって喜ぶさ。へへへへへと老婆は笑い出した。彼女は私の言葉を下品な意味にとったと見えた。彼女はすぐまた妻のいる方へ引き返していくと「奥さん、あの旦那様は油断なりませんよ。なかなかどうしてあなた。」そんなことを言っている老婆の声が耳に入った。 私はそのまま裾をまくって、つゆの溜まっているキラキラした雑草の帆の中へ降りていった。微風が朝の香りを込めて草の上を渡ってきた。草玉が青い実を静かに揺すった。数列のネギがつゆに輝きながら剣のように垂直に立っていた。おーいはーいと妻の 低い声がした一軸いらないかはーい遠くの草の中で幼い子供が母の言うことをよく聞いている清らかな姿が見えた